はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、校長時代、まあ、研究授業前に若い先生からアドバイスを、えー、求められてかなり丁寧に指導した覚えがあります。これ後でしまったなと思うようになりました。えー、というのはですね大きい学校ですと研究授業となると学年部会あるいは低中高校学年部会といった部会があって えー、そこでしっかりと指導案を検討して事、えー、業に臨むわけなんですよねまあ、そこに校長が口を出すということになって、えー、結果的にですね間に挟まった若い先生が困惑するというような事態が生じていると いうことに後で気がつきました、えー、それ以後研究授業については、思うようにやってくださいとね、自分の好きなようにやるのがいいよというふうに言うようにしました。もちろん、事後の研究会では私の考えは述べたんですけれども、はいえー、そんなふうにまあしてきたんですけれども、算数の研究授業についてのみ,はのみですけれどもね、えー、ある一つの注文をつけていました。今日はそれについてお話をしていこうと思います。 はいえー、算数の研究授業に私がつけた注文は、練習問題まで研究授業の時間内で進めてくださいということです、えー。なぜかというと、先生が指導したその指導の結果がどれほど子どもたちに定着しているのか、どれほど子どもたちが理解できたのかということを確かめるためですと、まあ、算数の研究授業はその過程が大切ですと。 どう考え方があったかが大切ですというふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけれども私は子どもたちはですねやっぱり解けるようになりたい分かるようになりたいというふうに思っていますね確かに考え方をね深めるとかねいうのは非常に重要です重要ですけれども深まったのであるならば、ね、当然問題だって解けるはずですよね えー、とりわけ算数というのは、もう一問一問が、もうある意味、問題解決になってますから、解決できたかということを確かめる形で授業をしてほしいというように話をしました。えー、もちろん授業についてはです、ね、教科書中心であれ、問題解決であれ、そういったやり方について注文をつけることはなかったんですけれども、練習問題まで進めて、結果を検証してくださいというような注文をつけました。 と申しますのはですね、もう若い頃から随分と疑問に思っていたことがあります。算数の研究授業って言うと大抵たった一問ですよね。たった一問の解き方をめぐってあれこれ議論する研究授業が多く行われていたからです。まあたった一つの問題について例えばグループで相談して代表の子が前に出てきて説明してどの方法が一番いいのかというようなことを話しているうちにチャイムが鳴っちゃうとこういう授業をたくさん私は見て。 きましたその際、私はどう考えたのかということをそこに書いたんですけどね、えー、問題の解き方について、あれこれ議論しただけで理解できる子ってどれぐらいいるんだろうかと、中にはほとんど参加せずに、後ろの方でね見ているだけの子もいるわけです、もちろん中では積極的に発言する子もいるんですけども、こういう子たちって、もう議論に参加できる子ってほとんど分かってるんですよね。じゃあ他の子子ははどどううかかとと黙って見て見る子はどうかと 一方ですね、じゃあ解き方について説明を聞いて、実際、えー、まあ説明ではなくても議論でもいいんですけどもね、その後実際に1問解いてみて理解できる子はどれぐらいいるかと。実際1問解くということで、これは私はかなりね授業の様子は変わってくると思うんですよね。まあ例えば私、パソコン好きでね新しいソフトを買ったりした時なんかは、特に複雑なソフトは一度 YouTube でね見て、 やり方をまあ自分なりに勉強するんですけどもそれパッと見てすぐにできるようにはまずなりませんね。えー、見てやってみてもう一度見てやってみて。 何回かやっていく中で、こう使い方って分かっていくんですよね。算数の授業であっても、私は同じだと思いますね。話し合っただけで理解できるとは到底思いません。何よりもその方法の一番の問題は、そんな方法で毎日の授業をやっていたら、授業が遅れて大変なことになる、あるいは練習問題はすべて宿題になってしまうということですよね。まあ、そういったこともあって、 必ず練習問題まで進めてくださいという注文をつけていましたはいまあ打足になるのかなと思うんですけれども「脳が認める勉強法」という本をかつて読みました、えー、ちょうどね教育界に脳科学の視点を、ね、取り入れるといいというような話があった時期に買ったんですけれどもね えー、そこでアメリカの小学生3605人に、えー、学習の後にすぐにテストをした場合1日後にテストをした場合1週間後にテストをした場合どれぐらい定着したかというような研究を行ったというのが載っていました、えー、ちなみに学習の後すぐにテストをすると正答率が 50%2 週間以後だと正答率が30%定着するあ 30%まで落ちてしまうということなんですね。ということは、勉強した内容をテストというのはもう一度やってみるということですよね。まあ、練習問題。練習問題というのは自己テストというような形で私は考えればいいと思うんですけども、習ったことを自分でやってみる、確かめてみると。 こういうことは早い段階で入れた方がいいということですよね。となれば当然、えー、その1時間の授業の終末段階にあるというのがベストなわけですね。まあ、こういうようなこともあってですね、やはり少なくとも 算数の授業においては練習問題までやってそれで完結するということが私はとても大事だし算数の研究授業って私そんなに多くはやってないんですけども少なくとも私の研究授業では必ず一番最後の練習問題までやっていましたその後飛び入り授業ということでいくつかの算数の授業もして歩いたんですけどもこれも必ず練習問題 私の場合は教科書中心ですから大体1時間で1ページ教科書1ページ分最後には必ず練習問題もありますのでそこまでやるというような形で授業の提案をしてきましたはいえじゃあ実際に練習問題まで含めて授業をどう展開するのかと いうことにつきまして、模擬授業あるいは私の過去の研究授業のビデオなんかを見ていただきながら学んでいただきたいと思っています。教科書を活用した算数指導文章大編、10月の22日日曜日午後8時から午後10時まで開催します。たくさんの先生方の参加をお待ちしております。 はい、ご視聴ありがとうございました説明欄に教材にすぐにアクセスできるホームページの紹介そして月に1回行っていますセミナーの案内を掲載していますのでそちらの方もご覧くださいこの動画が役に立ったという方是非チャンネル登録そして高評価ボタンのクリックをお願いしたいと思います